はい。皆様、えー、再び、こんばんは。カープ、オークス、ドティ坂46ファンです。続いてはですね、パ・リーグ、福岡、ソフトバンク・オークスの試合の振り返りをお伝えしたいなと思います。ソフトバンクはですね、今日から、ドゾマリンでロッテとの3連戦が行われていて、今日はですね、えー、ロッテの、ね、えー、4回戦ですね、そのね、試合の結果、 が、どうだったのか振り返りたいなと思います。今日の先発投手はロッテは、えー、ロッテの先発。投手は佐々木朗希投手とソフトバンクの先発。投手は有原投手の投げ合いとなっていたということです、えー。ソフトバンク打線はね。ロッテの先発。佐々木朗希投手の前に3回までにノーヒットで。 それでも4回、2番の今宮、そして3番の柳田の連打などでワンアウト1、一、三塁とし5番、5番の近藤が三塁線を破るタイムリーを放ち、先制点を奪って、なおもワンアウト1、一、二塁で、6番の中村晃、ファーストゴロなんですが、これがロッテの一塁で、上田の悪送球を添い、 この回ね、2点目を加えて1点差別に詰め寄られ迎えた7回はツ、ね、ーアウトから9番の牧原大成がアンダーで盗塁でチャンスメイクをしツーアウト2塁で1番の河村がレフトへのタイムリーツーベースで放ち再び2点リードとし 再び1点差で迎えた8回は7番の栗原のレフ,レフトへのタイムリーヒットで4点目を挙げてホークスは7安打4得点と効率よく加点しということです今日のの、ね、先発の有原は立ち上がりからストライク先行の投球し2本の、ね、ソロ本塁打を浴びたものの えー、9回、ね、107球で3安打 2, 2失点の今季初関東で2勝2勝目で2勝2敗を挙げたということです、まあ、今日はね有原、えーえー、としますね、えー、とホームランというのは、えー、と山口選手と外人のポランコ選手に、えー、ホームランを、ね、浴びてしまったんですがそれでもねしっかりね えー、素晴らしいピッチングを、ねえー、してくれたおかげで、ね、今季2、ね、勝目を挙げたということです。それからね、えー、今日、ですねこの試合ですね2番のショートでフル出場していた今宮選手がですね NPB の史上206人目の、ね、1500試合出場を、ね、達成したということです。はい というわけでね、えー、今宮選手、1500試合出場達成おめでとうございますというわけできょうはです、ねえー、4回のね2打席に先制点の起点となるライトアンダーを放つ自らのメモらのメモリアルゲームでゲーム,、えー、ゲームを勝利で。 飾ったとということです本当ですね、もうここ,、えー、ここまでね、本当に出場してきてね、もう長年ね、もうこの球団でね、えー、プレーしていてね、もうあっという間に達成したんだなと思うと、本当に、岩宮選手は本当に頼りになる。 選手だと思っています岩宮選手、えー、達成はしたんですけれども、これからもね、えー、結果なくね、えー、試合に出場できるようにね、頑張ってほしいですし、まあ、これからもね、フォークスらしいね野球を、ね、お見せできるようにね、勝利に貢献できるようにね、頑張ってください。応援してます。はい まずはですね、続いて2本目の動画ね、ねソフトバンクの、ね、試合を振り返りをお伝えしましたけれども、えー、これでソフトバンクはですね、えー、っと接戦をね制したソフトバンクは、えー、単独首位をキープし、貯、え、金、ー、を再び6となって、えー、今日はね、えー、まあ単独首位にはキープしてるんですけども、えー、今日はね、2位の日本ハマーですね、えー、楽天にね、えー 勝ち越しで、えー、今日楽天に、えー、勝っているため、えー、ゲーム差は一のままということで、えー、まだまだね、えー、試合は続くと思うのでね、ここからね、ホークスもね、えー、勝って勝って貯金を、ね、貯金をね、貯金をね、大きくね、えー、伸ばしてね、周囲にキープできるようにね、えー、これからも戦って。 えっ、ー、とソフトバンクはですね、えー、明日も ZOZO、えー、ゾゾマリンで、えー、ロッテとの5回戦ですね、えー、5回戦が行われますで明日の、えー、試合開始時間18時開始予定でロッテの先発投手は高野、えー、タカのシュータ投手と トストバンクの先発投手は大関投手の投げ合いとなっています。はい、えーと、今日のね、試合の振り返りと、それからね、今日のね、今宮選手のね、1500試合に、ね、達,成達成したこともね、いろいろちょっと今後のね、まあ意気込みをお伝えいたしました。 明日もですね、えー、また試合終了後にも、また試合の振り返りをどこにもお伝えしたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日のね、試合振り返りでね、えー、このチャンネルがいいな,いいなと思った方は、チャンネル登録と高評価と、えー、コメント欄も、ね、どんなことでも構いませんので、えー、コメント欄もくれたら嬉しいです。はい、えー、というわけで、えー、今日の、ね、ソフトバンクの試合の振り返りと、 明日の試合日程と翌せまついて詳しくお伝えしました。はい。えー、というわけで今日の試合の振り返りはこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは今日も皆さん一日お疲れ様です。それでは皆さんおやすみなさい。バイバイありがとうございました。